皆様こんにちは、囲碁棋士の星合志保です。今日もストーンパズルを解いていきます。そして今回で4問目となります。もうね、1個の当たり、1個の石を取るっていうのはもう皆様完璧になったかなと思います。今日は2つある石を取っていきたいと思います。それではやってみましょう。今日の問題です。黒番、白を仕留めてください。制限時間は60秒です。それでは用意スタート。今日のヒントです。2つ石がつながっていますね。前までは1つの石を取る問題でしたが、2つに石がつながったとしても特にやることは変わりません。やはりね、大事なのは出ている線を全部塞げば取れるということです。それでは正解発表です。正解はここでした。逆にですね、白にここの今黒が打った場所に打たれてしまうと、そしたらもう一気にね、逃げ道がどんどん増えていってしまいます。ここに置けば全部の、ね、6本の線を塞ぐことができます。なのでね、取り上げることができます。ということで皆様、正解できたでしょうか。今日は2つの石を取ってみるということに挑戦していただきました。また明日からも当たりだったりいろいろな問題を出していきますので、ぜひご覧ください。それでは今日の動画が良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。